眩しいくらいの秋の日差しです。日曜日の西武球場です。狭山丘陵の紅葉も主体に進んできました。1993年日本シリーズ西武対ヤクルト。では両チームのスターティングラインナップご紹介しましょう。ヤクルトは今日は2番に新井を入れました。あとは変わっておりません。ラストバッターに飯田が入っています。西武の先発ピッチャーは角です。去年も第2戦に登場しました。去年の第2戦は荒木と投げ合って6回3分の1を投げましてシリーズ勝ち投手になっています。各の球を受けるのがもちろん伊藤です。そしてファースト鈴木、清原、そしてセカンド鈴木、ショート石毛、サードが石毛、ショートに田中、外野は左から阿部、秋山、平野です。高見さん、西武は予想通りの核の先発できましたね。そうですね、予想通りですね。ですから西武から見れば核の踏ん張りというのは本当に、こう祈るような気持ちじゃないんですかね。そうでしょうね。去年の第1戦神宮球場でしたが落としての核の先発。さあ試合が始まります。ヤクルトトップは熊代です。長谷川さん、今シーズンの各投手はオリックスサイドからどういうふうに言ってました？いや、シーズン全般的にはそんなに良くないと思いましたけど、でも優勝かかったね、ここっていう試合はすごい良かったですからね。やはり気合が入るといいピッチングすると思うんですけども。そうしますと、こうしたシリーズのような大事な一戦には力を発揮するタイプですね。強いと思いますけどね。昨日のヤクルトは12本のヒット、1回にハウエルのスリーランが飛び出しまして、すっかりリラックスしました。8点を取りましたヤクルト打線。各投手の昨年の日本シリーズヤクルト戦第2戦は6回3分の1、たった1本のヒットしか打たれておりませんが、7回の裏に先頭のハウエルの打球が右手親指に当たりまして、その後塩崎がセーブを奪っています。日本シリーズは7回目の出場で第2戦の先発がこれが4回目です。表情からもだいぶ気合が入ってますね。そうですね、ちょっとなんかコントロールが定まらないですね。
昨日もフォアボールから1回チャンスを作ったヤクルト、今日は2番に新井を入れています。今日はこの角度先発も呼んでますね。この新井っていうのはなかなかねいいバッターですからね、引っ張れるし流せるしね。しかし昨日も西武は工藤がですね立ち上がりからフォアボール連発、結局自滅した形になりましたので、西武サイドにしましてはちょっと立ち上がりのフォアボール嫌な感じするんじゃないですか。そうですね、やっぱり西武としてはピッチャーがね、踏ん張ってもらわないとなかなか苦しいですからね。そしてランナーの戦い、一方は古田とランナーの戦い、これも西武ヤクルト今シーズン楽しみの一つです。赤見さん、なかなか伊藤古田の両星ですからランナーは動きが取りにくいですよね。まあそのよっぽどいいスタートでないと西武にはなりませんのでね、単独の盗塁というのは考えられないですね。ランナーがスタートを切って打っていきました。ランエンドヒットの形になりました。この辺も一戦二戦というのは野村森監督とも探り合いということがありますね。作戦もそうですね、あの一戦目はどうかなというそういう気持ちがありますけどね、この二戦目になると野村監督の方はこの試合を勝ちたいですよね、はい、そういう気持ちが強いんじゃないかと思いますね。長谷川さん、各投手の牽制球はどうなんですか。まあそんなにはうまくないと思うんですけども、ランナーがスタートを切っています。カウントが2エンド3です。ここが必要という時にはね、必ず牽制球出てきますんで、そのケースをよく知ってると思うんですね。僕らも見習わないといけないんですけれども、殺す牽制じゃなしに相手を牽制するっていう感じですね。その点は長谷川君も勉強になる投手ですね。そうですね、ランナーがスタートを切っています。
張った打球は落としています。東山は三塁ストップです。西武のライトは平野、守りには定評のある平野ですが、赤見さん、はい、打球も詰まってましたよね。そうですね、詰まってましたけどね、普通の平野ならこれそれともいい当たりじゃないですかね。ちょっとね、あそこね、飛び込んでね、取るとランナーはスタート切ってますからね、ダブルプレーになるんですけどね、はい、惜しかったですね。これはもう初めからヤクルトは非常に幸運ですね。そうですね、2エンド3、ランナーが走っていました。新井のライト前ヒットでノーアウト1塁3塁、バッターは3番の古田。昨日はタイムリーヒット1本。古田選手は立命館大学の長谷川さんの先輩になるわけですね。はい、そうです。一緒にプレーをした経験は、はい、あの1年生の、僕が1年生の古田さんが4年生ですから、バッテリーを組んだこともあります。あ、ランナー小橋のスタートを切っています。ダブルプレー狙いです。一塁セーフで小橋のホームベースに駆け抜けて1点、ヤクルト。高見さん、西武のダブルプレー狙いは当然ですね。そうですね、まだ初回ですね。はい、しかし今のは私よく分かりませんでしたが、ランナーがうまくスライディングをして送球を邪魔したんですかね。そうですね、したがって一塁の古田もセーフになっています。古田のショートゴロで1点、ワンアウト一塁。ヤクルトが昨日8対5と勝って初回1点の1点ですね。これはますますヤクルトを乗せますか。乗せますね。これやっぱり今日の試合は西武が先取得点を挙げて、そしてこう各乱戦法をやっていきたいところなんですけどね、先にヤクルトが点数を取るとね、だいぶ違ってきますね。広沢は昨日はヒットがありませんでした。むしろ上位打線よりも下位打線が良かったという印象のヤクルト打線です。長谷川さん、はい、各投手どうなんでしょうかね。いや、コントロールはそんなに、キレはちょっとわからないんですけどね、コントロールはそんなに悪くないんで、そんな悪くないと思いますよ。ランナーを出してからちょっと慎重すぎる感じはありますね。はい、と思いますけども、緊張感もあるんでしょうけどね、一つはね、やっぱりデータが僕は頭に入ってんじゃないかと思うんですよ。なるほど。だからそれがあるから少しボールが多くなってるような気がしますね。ああ、むしろあまりデータにとらわれすぎると体が動かなくなりますね。狙いますからね、しかしたらボールになる率が高くなってくるんですね。やっぱりデータはデータなんですけども、自分の力を発揮しないといいピッチングできませんのでね、はい、あんまりとらわれない方がいいですね。マウンドでそういうのがあるときはあんまりいいピッチングできないですね。マウンド上がれば、ね、試合前はもちろん調べますけども、試合が始まるともう忘れた方が逆にいいかもしれないですね。ランナースタート、外した。外しても二塁セーフ。ランナー詰まれてますよ、これ。バッテリー外してるんですが。外してるんですけども、外したあれにはね、ピッチャーのモーションが大きすぎるんじゃないですかね。もう本当にベースの近くに行ってましたもんね。そうですね、キャッチャーが取った時には。
ということはこのモーションを完全に研究しているということでしょうね、角野。もうめちゃくちゃに今のはいいスタートを切ってますよ、堀田は。あ、この辺はむしろ研究データを生かしているヤクルト野球が目立ってますね、ピッチャーが盗まれてますよ今の。今度はランナーのスタートはちょっと遅れている。三塁ストップです。長谷川さん、今スライダーですかね。そうですね、ちょっと高いですね、まあ、今の球そんなにね全体的には悪くないと思うんですけども、打たれてる球は高いですよね。各投手といえば得意な球がスライダー、これは長谷川さんと共通してるわけですが、そうですね、まあ、真っ直ぐは僕なんかよっぽど速いですけど、いやいや、そうするとコントロールですね。そうですね、ここで早くも先ペンチ、森重和ピッチングコーチ、どうも森監督もこのシリーズ1戦そして2戦のここまで思うように試合が回転しませんね。そうですね、やっぱりどうしても西武ベンチとしてはピッチャーがね、こちらが点数を取るまで抑えといてほしいんですよね。それが逆にいってますからね、試合がね。昨日も1回に3点取られたでしょ、今日もまたこれね、今1点取られてあともう1点ぐらい増やされる、そういう攻撃を受けてますからね、はい、嫌な展開ですよね。しかもハウエル、昨日の先制スリーランホームラン、そして昨年の第2戦ハウエルの打球を受けて各はマウンドを降りています。まあ、そういったことがありますとピッチャーの心理としてやはり長谷川さん嫌なもんでしょうね。そうですね、まあでも去年当たったとかそういうのは多分関係ないと思うんですよね、あんまり考えてないと思いますけど、まあでもここでねいいバッターですからね。ハウエル・クージがヤクルトを見事に成功して清水記録の16三振を奪ったんですが、今年は第1戦で早くも爆発。そうですね、この攻め方は やっぱり近めに攻めて、それで外角を泳がせると、外角の低めをね、そういうピッチングだろうと思うんですけどね、このハウエルを調子つかせるのは大きいですよ。今のようにインサイド低めにボールを落として、はい、去年は成功しましたね、今も投げましたが、しかし昨日は外角球を左中間に持ってかれましたからね。まあ、ちょっと外角というよりも真ん中ちょっと外角球の高めを待つことですよね。あ、まあ、もちろんそのデータは出てその欠点を攻めているんでしょうけども、ハウエルはこういう外国人選手というのはもう自分が当たっているときはのしかかってきますからね、はい、ダブルプレーが欲しい西武。去年は今の久本にですね、アンクボールを落としていった西武のピッチングスタッフ、それの方も考えてますね、今のに手出さないですもんね、ワンツーから出しますね。ね、過ぎるんですが、経験もある西武のピッチャーですよね。そうですね、こういうのはシーズン中でもあまり見たことないですけどね。
またこの池山がよく当たって昨日も打ってますからね、はい、本当に油断ができない、各も気が抜けないっていう感じが強いですよね。そうですね、しますとどうしてもこう教えられたデータっていうのがね、ブクブク自分にあのプレッシャーをかけてくるんじゃないですかね。だからこういうボールが多くなっていくと思いますね。うん、ヤクルト打線というのは1番からその9番まですごく厚みボリュームを感じますかね。6番に池山ですからね、そして長打力がありますでしょ、ですから、ね、油断ができないという感じがありますからね、楽に投げられないんですね。先発ピッチャーの西村が見つめます。長谷川さんはシーズン中投げることはできないわけですが、このオーダーを見てですね、ヤクルト打線どういう風に感じますか。そうですね、外国人選手が8番に入ってるんですか、ハドラーがね、はい、まあ、こんな打線はまあ、ね、まあ、シーズンではまあそんなことはないと思うんですけども、まあ、1番から本当最後までね、長打力もある選手もいるし、上手い選手もいるみたいな感じでね、本当辛いですよね、こういうのがね。この辺は各投手らしい池山に対する攻めじゃないでしょうか。いや、いい攻めですね。ちょっと高めをね、こういい当たりする方ですからね、今のところはちょっと打ちにくいところですよね、池山から見るとね。はい、今の攻めはどんな印象ですか。もう本当ね、今のスライダーなんかはもう絶対打てないですよね。だから振ってしまえばもう終わりみたいな、ストライクからボールですから。スライダーを軸にした配球だったんですね。そうですね、本当にスライダーでしたけども、本当にカウント取るスライダーと決めるスライダーとね、うまく使い分けたと思います。ツーアウト満塁で畑、セーブです。ベンチの選手が立って守っている選手を迎えます。秋晴れの西武球場、これから試合は1回の裏の西武の攻撃に移ります。その西武のオーダー、3番に秋山が入りました。鈴木健を5番に入れて DH、 2でレッドボールの石毛は6番に下がりました。阿部、伊藤、奈良田、ヤクルトの先発は西村です。センタルリーグ優勝を決めた試合の胴上げ投手、昨年は肘の故障で日本シリーズには参加することができませんでした。日本シリーズ初登場で初先発、ヤクルトはご覧の守りです。今日はライトに新井が入っています。畑が DH です。
日も第1打席フォアボールで出塁の辻。高見さん、今日は石毛右手首デッドボールで6番に下がりまして、ちょっとオーダーを入れ替えた森監督ですが、そうですね、打線全体の影響はどう見ますか。かえってこの方がいいんじゃないかと思うんですね。私はやっぱりずっとシーズンの通してですね、はい、清原、秋山と来ておったのをね、ちょっと調子が悪い2人ですから、で秋山を前に持ってくるのも一つの気分転換になるんじゃないかと思いますね。そういうことを狙った打線の入れ替えじゃないですか、一つは。で石毛はやっぱり右手が悪いですからね、森を責任をあんまり石毛にというような気持ちが、そういう配慮じゃなかったんですかね。なるほど。ですから気楽に6番に打ってもらおうということだろうと思いますけどね。全体のバランスとしては今日のオーナーの方が私はいい方向に行くかもしれない、そういう感じがしますけどね。いきなりノースリーです。状態でしょうね。どうでしょうね。西村は大変気の強いピッチャーだという、そういうことを聞きましたんでね、はい、相当こう入れ込んでんじゃないでしょうかね。長谷川さんは西村投手とはアマチュア時代一緒に海外遠征をしたことがあるそうですね。そうですね、はい、性格心理面は、いや本当に向こう気の強い選手なんでね、やってやるぞみたいな感じで今マウンドに立ってると思いますけど、緊張感よりもそれがね、ちょっと力みに出てるかもしれないですね。ノーアウト一塁辻。そしてバントの名手平野。同じ2番バッターでもね、ヤクルトは打たせてくるでしょ。2番の新井っていうのが非常にいいバッターですから、はい、と西武はどうしてもこれを送ってきますよね。そこら辺に随分違いがありますね。平野は日本シリーズ通算15犠打という自己記録を更新しました。ハウンウェルはご覧のポジション、守備位置を取っています。バントに備えるヤクルトの内野陣。ファウルです。1回の表ヤクルトはノーアウト1塁で2番新井がヒッティング成功、1・3塁の形を作りました。西武はノーアウト1塁で2番の平野にまずバントを命じました。スリーバントがあるか。シーズンの盗塁は14です。これはサインの確認です。Thank you.
外します。この視線は三塁ベースコーチの井原。長谷川さんもこうしたノーアウト一塁西武戦経験があると思いますが。そうですね。いやまあ僕の場合はね、かえってツーストライク追い込むよりもバントさせた方が西武の場合は楽なんですよね。何してくるかわからないんで、今だったらもう本当に今度ボール放ってしまうとエンドランもありますし、本当にそれで1、3塁とかなってしまいますと、あと秋山さん、清原さんですからね。でした。さあダブルプレーが取れるか。ワンアウト一塁もアウトでダブルプレー。高見さん、はい、西武裏目ですね。らしくないですね。遅れないで仕方がない、ツーストライクになったから仕方がないから打たせるとダブルプレーという形でね、西武の良さっていうのが全然出てこないんですよね。今年はシーズン中でもこういう場面がちょっと多かったですね。去年おととしに比べますと。その辺がペナントレース苦しんだ理由でしょうかね。そうですかね。長谷川さんは西武戦今シーズン2勝してますが、はい、西武打線を封じるというのはどの辺ポイントを置いてました。いやもうね、本当に知らない間に点取られるってことが多いんで、とりあえず足をね、止めてっていうか、まあ、盗塁とかそんなにないんですけども、はい、エンドランとかそういうのをいかに阻止するかっていうのを考えてましたね。打者では誰にポイントを置いてましたか。いや僕はよく打たれてますね。やっぱり秋山さんですね。スライダーをうまくレフトスタンドで運ばれることが多かったんで、一番気をつけてるのはバッターですけどね。その注意が実ったのか、今シーズン長谷川さんは1割5分4厘ホームラン1本に抑えてますね。そうですね。どんな攻めをしたんでしょう。いやもうやはりね、もう同じなんですよ。去年一昨年とね、やはりインコース攻めて外のスライダーなんですけども、それをもう絶対フォアボールでもいいぐらいな気持ちでね、スライダーを外外にいっぱいに決めましたね。昨日は秋山ホームラン見事バックスクリーン叩き込みましたが、昨日の攻め方、ヤクルトの荒木ですね、今も近めですが、はい、ただね、近め投げて、でも甘い球やっぱり投げるとね、腰引いてでもホームラン入ってしまいますから、はい、やはりコントロール重視で行った方がいいと思いますけどね、ここからでもね。菅さん、これは西村投手どうしたんでしょうね。そうですね、でもまあここは歩かす場面じゃないんでね、ストライク取ってでもなんとかしたいところだったと思うんですけど、ランナーは出したくないと思うんですけどね。赤見さん、気合がありすぎますか。西村、気合がありすぎますか。いや今のはね、私は昨日秋山がホームラン打ったでしょ、はい、で調子伝えしたらいかんということでね、少しわざと近めに投げてね、ちょっと腰を引かせるようなそういうピッチングをしてね、それがボールボールになったんだから、もうあと、まあ、しょうがないと、真ん中投げるよりというような形で出したんじゃないですかね。なるほど、ね、この後の打席を考えた投球だったんですね。秋山に調子を出さないようなそういうピッチングをしたみたいな感じがしましたね。清原には長谷川さん、ちょっと打たれてるんですよね。3割8分5厘逆にね、去年一昨年抑えたんで、やっぱり清原さんのすごい考えてきたと思うんですね。秋山、清原、この対抗ですが、だいぶ違いますか。そうですね、やはりこの2人がいることでいるから、西武打線怖いって感じですからね。ピッチャーから見てタイプ違いますか。タイプは全然違います。清原さんの方がボールを追いかけてっていうかね、球種を組み立てを考えてくる方ですね。だからスライダーを向こうに流そう、右に流そうとか、そういう風に考えてくるタイプですね。
昨日の清原は第1打席にヒット、一塁間突破のヒットでした。5打数で1安打打点1。打って走る秋山、今シーズンの盗塁は9つです。の高見さん、古田のショートバウンドを取っての一塁送球、俊敏です ね今のはちょっとね、秋山もちょっとびっくりしましたね。ボールが悪かっただけに、ちょっとスタートでしょ、たくさんしましたんでね、びっくりしましたね。今の話でね、長谷川君の話で分かったんだけど、はい、清原はいろいろ考えてやっとんですね。考えすぎるところがマイナスに出てんじゃないですかね、うん、その辺は長谷川さん感じました？そうですね、やっぱりスライダーでもね、いつもうまく右に打とうとしてくるんです。あんまりこんなこと言っちゃ来年危ないかもしれないですけどもうまく打ってきますんで、それがまあセカンドの正面に行くことが多かったですね。それだけのパワーを持ってるんですからね、ストライクゾーンのところへこうポイントを置いて、まっすぐと変化球のタイミングだけでね、球を狙って、その球を思い切って振る方が成果が出るんじゃないかと思うんですけどね。あんまり考えすぎるともったいないですよ、これだけのパワーが活かせないんですよ。それが思い切りが大事だと思うんですよ。2割6分8厘という打率に現れてしまったんでしょうか ね。しかし日本シリーズでは大きな活躍をする清原です。長谷川さん、はい、2回ショートバウンド、このバッテリーの狙いはどう見ますか？いや、もちろんもうボールを振らせようということなんですけども、アウトローを狙って、はい、そうです。だからもうワンバンまではいかなくてもね、本当にボール球を投げようとしてますんで、まあ、でも 2-3 になってからでも同じように投げた方がいいと思いますね。ストライク取りに行きますと行かれますんで、やはりボール気味で行った方がいいと思います。日本シリーズは7回目の出場、通算ホームランは7本です。いい当たり、クリーンヒット、秋山三塁に向かう、熊代三塁投げた、セイ、ツーアウト一三塁。長谷川さん、はい、今の清原のバッティングですが、近めですかね、真ん中寄りですかね。もうね、2-2 の時よりももう何でも行こうっていう感じだと思うんですよ、2-3 なんでね。だからかえって今言ったのは本当にボール気味ででも振ってくると思うんですよ、2-2よりもね。川上さん、はい、2-3 ですから無心に打てたという、思い切りね、ああいうバッティングの方は清原のパワー活かせるしね、うん、結果もいいんじゃないでしょうかね。あんまり考えすぎない方がいいと思うんですね。今のバッティングは本当に見事ですよ。思い切り行った方がいいですよね。長谷川さん、鈴木健というバッターはどんな印象を持ってますか？そうですね、まあ、今まではね、ずっと代打で出てきてましたんで、本当に大事な場面に出てきたんでね、勝負強いバッターだなと思ってたんですけども、今年に関してはそうですね、4打席回るんですけども、先発出てましたからね、まあうまさもあり長打力もあるみたいなバッターだと思うんですけどね。昨日はワンアウト満塁チャンスに登場して初球ポップライだったですね。そうですね、このバッターもどっちかと言いますと力むっていうかね、あの一気に感じていく方なんで、ちょっと昨日は多分見てたら力んだんじゃないかと思うんですけどね。積極的にでも1球目から行ってましたもんね。
1満塁、長谷川さんなら鈴木健人、どんな球で勝負しますか？いや、まあ、シンカーはもちろん最終的に決めるんですけど、まだここではね、ボール気味でいくと思うんですけどもね。いい当たりだ、センター前ヒット、同点です。2アウト1、3塁から鈴木健のタイムリーヒットが生まれました。高見さん、今日は大事な場面で打ちましたね。打ちましたね。6番サード石井、背番号少しこうコースが甘かったんじゃないでしょうかね。本当はインコースギリギリの球を投げたかったんでしょうけど、ちょっと甘かった感じですね。長谷川さんはまだ勝負にツアーですから行かなくてもいいんじゃないかという話をしてましたが、そうですね、まあ、ランナーがいない場面ではね、もうボンボンボン行ったらいいと思うんですけども、やはりランナー詰まってましたか、いましたからね、もう少しボール気味で行ってもよかったんじゃないかと思うんですけど、いい球は、ね、投げてるんですけどもね。昨日荒木投手の投球を右手首に受けました。病院に行ってレントゲン検査を受けました。骨には異常なし。今日も元気にバッティング練習を行っていましたが、ちょっと守り、早急に影響があるということでした。打順は3番から6番。高見さん、あるいは DH かなという見方もあったんですよね。そうですね、あのバッティング、フリーバッティングは非常に軽い感じで軽く打ってましたけどね。オーバーフェンスもありました、打線から一撃が抜ける、あるいは守備から一撃が抜けるということになると大変マイナスですからね。そうですね、特に日本シリーズは西武石毛ですよね。そうです、チームをこうリードしていくリーダーですからね。2アウト満塁です。これで清原、鈴木、石毛3連打。今日はつながりますね、西武打線つながりますし、それから西村がね、やっぱり気持ちが強いだけにね、もうどん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 この打たれ出すとますますこう抑えにかかるという、そういう感じでね、単調になってきてますね、ピッチングがね。ヤクルトベンチ、川村コーチが飛び出してちょっと間を入れました。ベテラン金沢が急遽投球練習を始めています。ヤクルトのブルペン、2アウトフルベース。阿部です。外角だいぶ唇が乾きます。入ってくる変化球は強いんで、カーブとかスライダーですね、ちょっと気をつけた方がいいと思いますけど。ヤクルトも2球外側でしたね。そうですね、そういう感じで行った方がいいと思いますね。同じように
ズバッときました。今のは見てきましたね、はい、今はだから変化球ですね、カーブとかそういうのをインコースに投げるとうまく打ちますからね。この辺は両チームよく研究してますね、川上さん。よく勉強してますね。長谷川さん、今近め勝負ですか。いや、今のはフォークボールか何かと思うんですけども。あ、落としましたか。はい、あ、落ちてますね。それもね、古田さんがインコース構えてバッターを惑わしてるんですよね。うん、なるほど、はい、私もインハイ行くのかなと思いましたら、はい、逆のボールでした。いわゆるフェイントですね、キャッチャーのフェイント。見事なフットワークです。古田、苦しいカウント、ツースリーになった瞬間、野村監督がうーんっていう表情でしたよね。やっぱりコントロールがないなって腹の中思ってんじゃないですか。両監督とも同じ心理ですね。フォアボールに泣きますね、このシリーズは。やっぱりね、西村もこの日本シリーズの最初でしょう、はい、ですから相当力んでますよ。この雰囲気独特ですからね。西武が1回の裏逆転で2対1、なお2アウト満塁です。長谷川さん、西武ベンチだいぶ笑顔が見られるようになりましたね。そうですね。しかし昨日の工藤、今日の立ち上がりの角、そして西村、シリーズはやっぱり違うんでしょうかね。やっぱりそれは違いますよ。この普通のベラントレースと日本シリーズとは全然雰囲気が違いますから、これは相当緊張してますから ね。長谷川さんはまだ日本シリーズ投げることがないわけですが、はい、どう予想します、ピッチャーとして心理状態は。そうですね、もうもちろん緊張すると思うんですよ。だからもうどうやってね、前の日からでもイメージトレーニングとかでもねして、なんとかするしかないんじゃないでしょうかね。うん、まあ、おそらく西村投手も西武の各バッターのイメージを浮かべながらずっとね考えてきたと思いますが。そうですね。だからこの緊張した中で自分のプレーをやるということの経験を重ねることによって、非常に選手はね、あの心の面も技の面も強くなるんですよね、中身がね。そうですね。あ、ね、満員のスタンドです。そうしますと日本シリーズは選手を成長させる、そういった力も持っているんですね。そうですよ。そういう短期決戦の中で、こういう試合を経験するに従ってね、選手は自信が増すし、それで強くなっていきますよね。さん、はい、各打者は西村に追い込まれてはいるんですよね。ええ、
でも今のところツーストライク取られて取ってからね、自分の狙った球っていうのがピャッと思ったコースに入ってないみたいですね、うん、やっぱり追い込んでからの決め球っていうのが思う通りいってないみたいな感じですね。長谷川さんどうでしょう、ツーナッシングと追い込んでやはりその前に押し出しのフォアボールを出している、勝負に行きたいんですね。そうですね、まあ、それとね、よくあることなんですけども、ツーストを追い込んだらね、余計いい球を投げようとしてね、結局甘い球になってしまうんですよね。だからそれまでいい球いってるんですが、同じように投げればいいんですけども、僕もよく陥るんですけどもね、ツーストライクになったらもっといい球を投げてやろうとして甘く入っちゃうんですよね。こういった場面危ないですね。そうですね、だからね、まだ3つあるんですからね、もう少し余裕があればいいと思うんですけど。三塁です、ハウエル、スリーアウトです。西武が1回の表、ヤクルトに1点奪われましたが、その裏2点を取りました、逆転しています。今日は1回こそヤクルト1点、西武に2点が入りましたが、2回は両チーム無得点。昨日とはちょっと展開が変わっています。落ち着いてきましたね。3回の表のヤクルト、広沢からです。広沢はこのシリーズ初めてのヒットが第1打席出ました。1、2塁間のヒット、1回2回と2本のヒットを打たれている角。右に持っていった、得意のライト打ち、ノーアウトランナー1塁、毎回のノーアウトランナー1塁です、ヤクルト。長谷川さん、その前の球がさすがカットを回せる球 で、ね、次は今度はポーンと打たれてしまう、はい、いやでもピッチャーとしたらね、なんかそんなにいい当たりじゃないんでね、一番ショックですよね、こういうのが、はいはい、それはヤクルト打線の強さなんでしょうかね。そうですね、まあ、対戦してないのであんまりわからないですけども、そういうヒットからこう長打につながるような感じですね。バッター、広沢にベースト、どんどん来ますね。行きます、ヤクルト、ものすごい当たりでした。初球ヒッティング、おっとジャンプ、広さん危なかったですね、ランナーノーアウト一塁二塁、池山登場、第1打席は追い込んでスライダー勝負で三振でした。近め引っ張った、秋山ワンバウンドしています、ランナーは今スタートを切りました、三塁にストップ、満塁です、またまたヤクルト3連打。長谷川さん、いわゆる
球を揃えすぎている状態なんでしょうかね。そうですね。でもこんなにどん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 打ってくるとは思ってないと思うんですよ。パワーで弾き返しています。古澤のヒットも今の池山のヒットも決してマッチンじゃないですけどね。そうですね。ちょっと古澤はバットの先、広沢ですね、はい、広沢は、はい、今の池山はバットの根元ですけどね、やっぱりパワーがあるし思い切って振ってますからね、あれぐらいのヒットになるんですね。森コーチが再び登場。こちらは新谷、昨年の日本シリーズを投げました。各被安打が7、ヤクルト毎回のヒット、3連打でノーアウトフルベース。そして畑、7番 DH、 7初球打ち、一塁間突破、同点。右肩も突っ込む、投げられない、逆転ヤクルト3回の表、4連打。そして3人のバッターはいずれも初球ヒッティング。川上さん、止まりませんね。ね、初球打ってくるだろうというような気持ちはあるんだろうと思いますけどね。やっぱりピッチャーは早いところストライクを取って後でボールを打たせて勝負したいという気持ちがあるんですが、やっぱりどうしても初球は甘くなる、それを打たれてますよ。思い切ってボールから入っていくという気持ちにならんもんですかね。どう？そうですね、やっぱり昨日今日とちょっとフォアボール多いんで、おそらく取りに行ってしまうと思うんですよね。西武ピッチングスタッフにフォアボール恐怖症。そんなことはないと思うんですけど。そうしますと昨日の工藤投手はかなり影響を与えましたね、他のピッチングスタッフにも。そうですね。ピッチャーが交代です。ピッチャーの後にお願いします。新谷です。新谷、ピッチャー新谷、背番号17。去年第2戦勝利投手の拓がマウンドを降ります。こんなはずじゃない、おかしいなっていう感じでしょうかね、長谷川さん。そうですね、最後まで結局自分のピッチングができずに終わったと思うんですよね。立ち直りの兆しは時々あったんですよね。今2回目は落ち着いてきとったんですけどね、ここへ来て今度はこうコントロールが落ち着いてきて、コントロール、球をちゃんと揃えてきたところどんどん打ち込まれましたね、はい、やっぱりちょっとこう球の走りが悪いんですかね。まあ、放送席ではコントロールのことを重点にお話し聞いてましたが、はい、本当の核の力のある球じゃないんでしょうかね。でしょうね。これだけ狙ってもそう出ませんよ、初球って。やっぱりピッチャーはいい球を投げる、そういうつもりで思い切って初球は投げるでしょうから、それをこれだけカカカッと打れるっていうのはね、やっぱり今日は球の走りが悪い、そういうところじゃないんでしょうかね。はい、ピッチングコーチもこのシリーズは苦しみそうですね。ピッチャーが頑張らないとね、西武は苦しいですよ。ゲームプランが森監督も立ちませんよね。昨日は工藤が1回3分の1のカウント、そして今日は各が3回もたび、2回、そして3回はワンアウトも奪えませんでした。51球3失点、被安打7のノックアウト。1、2戦西武の先発ピッチャーが連続 KO ですからね。打ち合いは西武が分が悪いですよね。はい、やっぱり西武から見ればピッチャーがある程度抑えてくれて、そして1点の取り合いというような接近戦になったら西武の得点が発揮できると思うんですけどね。もう打ち合いになって点数の取り合いになるとやっぱり分が悪いでしょうね。さあ新谷、またやってきました。
アドラー、そして古田もセーフティーバントをもうシリーズ見せてます。次のバッターがラストバッターのリーダですよね。ハドラーが本当にバントしてくるのか。今バントしましたからね、打つだろうと思ったときにポッとバントのバントをしましたから打つイメージもあります。やっぱりやってきます。スリーバントはあるのか。ズラスミハドラーのカウントがツーナス。逆転したヤクルト3回の表。一塁へ、一塁セーフ、挟みます。ワンアウト一三塁の形になりました。変則的なプレーになりました。ファーストゴロでこの辺りです。一塁がセーフになりました。そして一塁ランナーが一塁間に挟まれてタッチアウト、タッチプレーでワンアウト一三塁。ラストバッターの飯田、ダブルプレーで逃げたいセーフです。シリーズ優秀選手を獲得しました飯田。長谷川さん、新谷は今シーズン8勝1敗、見事な成績だったんですが、はい、どの辺が良かったんでしょう。そうですね、後半、前半はあまり出てこなかったですけど、後半ずっと連勝してたと思うんですね、はい、やはりコントロール重視だと思うんですけども、まあ、すぐにも力ありますからね。それとやはりスライダーのいいピッチャーですよね。そうですね。タイプとしては長谷川さんに似てるんじゃないでしょうか。そうですね、他の人も僕よりだいぶ球は速いですそうですか、はい、羽鳥、右側、そして左が内山。投球練習を開始している西武のブルペン。
今度はヤクルトの選手にデッドボール。長谷川さん、はい、彼あの厳しくいかないと ね、 そうですね、厳しくですから近くを狙う、まあ、この場面はそれほどあれだと思うんですけどね、あの1、3塁だったんで、当ててもいいぐらいのつもりでいたと思うんですけども、今コントロールすっぽ抜けましたか。今のはすっぽ抜けたんですよね、はい、まあ、ストレートで当てるんだったらまあ納得はいくんですけど、まあ、今のはまあ納得はいかないと思いますけども。ワンアウト満塁、中間守備体制の西武の内野。しかし小橋のしかも左打席ということでダブルプレーは難しいかもしれません。満塁でノーツー。ノーツーでも長谷川さんどうですか、ピッチャー追い込まれた気持ちになりますか、満塁の場合は。あ、もう追い込まれた気持ちになると思いますね。次は絶対ストライクですね。そうですね、それと 1,2 球がストライク取りに行った球なんで、それがボールボールなんでね、少し余裕はないと思います。ノースリー、投球練習場、今度は杉山も加わりました。サウスポー杉山と香取です。今日トマキノさんがインコースが詰まってたんでインコースでいいと思うんですけどもね、結構左の方にファウルになったと思うんですけど、はい、杉浦さんファウルくらい、あ、ストレートのフォアボール、押し出し、ヤクルトこの回3点、4対2とリードを奪いました。両チームに押し出しのフォアボール。阿部さん、何か信じられないと言いますかね、ヒットの初めてのマウンドですからね、今シリーズですね、はい、緊張感があるんでしょうね。なお満塁で今日2打席連続ヒットの新井、しかもライトにそしてレフトに打ち分けています。後半さすがに初球見ましたね、ストライク、ね、まあ、ピッチャーもやっぱり考えて今のはカーブですからね、はい、まっすぐじゃないですね。いいですよね。いいですね。ここは三振も欲しいですよね。三振が欲しい、まあ内野ゴロでもいいんですけども、やっぱ間抜けると怖いんでピッチャーはこういう場面でやっぱ三振狙いに来ますね。確率はやはり落とした方がいいですか。そうですね。スライダーインコースはちょっとうまく引っ張られそうなんでね。ファウルです。
バッターもここは外野フライを狙ってると思いますので、はい、まあ、もう基本を言えばもう内野ゴロ、抜かれても仕方ないからもう内野ゴロっていう感じを狙いに行くと思うんですけど、今はどういう勝負を見ました？ちょっとね、持ち球が違うんで分かりにくいですけど、僕だったらもう変化球で内野ゴロを打たせに行くんですけど、まあ、今のはこのスローを見てますと、まっすぐですよね。ストレートですか？はい、まあ、別に打ちに見せる球ではないですし、勝負に行った感じですね。はい、西武内野は真っ向体勢を取りました。頭がかなり前に出てきました。三振、ツーアウト満塁。長谷川さん、はい、外角球、これボール、いや今のはもう本当力勝負でいきましたね。なるほど、はい、まあ、ボールにするつもりはなかったと思うんですけども。あ、川上さん、はい、あえてバッテリーがヤクルト打線に力で勝負にいった。いや、今のはやっぱり一番自分のコントロールのある力の球を投げたんじゃないですか。力のある球を、うん、フォークを投げたいところなんだけど、これでボールだとね、またフォアボールということがあるんでね、うん、なるほど。やっぱり伊藤キャッチャーがね、一番力のあるボールを投げたちゃうんだよ。あ、さあ満塁で古田、こういった場面の古田は強いですからね。あっと強振、何を狙ってましたか？今のは松岡カーブを狙ってたんでしょう。今のはフォークじゃないんですか？えらい違いましたからね。しかしこの古川、狙い決めてますとものすごい出てきますね。そうですね。だから今度が怖いんですよ。今度はちょこんときますから、軽打できますからね。一回大振りした後軽打できます。ボール球に手を出してきたところを見ますと、何か決めてましたか？何か決めてましたね。まっすぐ狙ってたんですよ、今は。これからが、まあ、強いんですよ。変化球が強いですからね。食べて残して片手でどっちでも打っていく、当てていくバッターですからね。3球勝負、古田三振、スリーアウトです。新井、古田と連続三振。さあ古田に対するフィニッシュの場面です。長谷川さん、力勝負だったですね。そうですね、今のは本当に考えさせなくて良かったと思いますよね。だからボールボールで行きますと今度は頭使ってきますんで、うまく打たれるってことありますんで。さあそれではヤクルトの逆転の場面ですが、ノーアウト満塁、畑のタイムリーヒットをご覧いただきましょう。広沢、ハウメル、浮山連続ヒットの後、畑初球狙い、これで2人が帰りました。この後押し出しのフォアボールもあって、ヤクルトは3回3点。このシリーズはヤクルトの打線対西武のピッチャーという見方が基本線としてありましたよね。その見方からここまでどういう印象ですか？やっぱりヤクルトの打線が今勝ってるという感じですね。で、野村監督の考え方から見ればね、これほどまでに打線が活発に西武の投手を打つと思ってなかったと思うんですよ。ですからね、非常に作戦も
あの攻撃作戦っていうのが立てやすいんじゃないですか。思い切った策がいくらでも取れていくと思いますね。本当にあの打つ人がよく打つし、こうどんどん相手のピッチャーを崩していきますからね。それに引き換え森監督はピッチャーがちょっと物足りんなっていう気持ちがあるんじゃないですかね。清原右に持っていきました。新井突っ込んでライトライナーワンアウト。右に持っていった清原の打球、攻守の活躍です。習い、おっ、あぶらー、ファインプレーでツーアウト。流れはヤクルトに傾いています。インプレーのヤクルト2球で2アウト。そうなりますといわゆるシリーズ男と言われます石毛がチームを引っ張ってなんとかこの流れを変えていくますます大きな存在になるんじゃないでしょうか。ね、石毛が本当に試合に出れてよかったですね。はい、石毛元気です。今日も打数2安打、新潟力勝何のそのという感じです。チームを引っ張る石毛、37歳、13年目とは思えませんね。やっぱりね、少しこう手の方にちょっとなんかあるからね、あの、あんまり力入れて力まないで球をよく見て軽打してますね、軽く。それが結果的にいい方向行ってますね。いい当たり、ミートだけを気をつけて打ってますからね。見方を変えれば怪我の功名ということですからね。今回はタイムリーヒットと押し出しのフォアボールで2点を失った西村。しかし2回はノーヒット、3回2アウトから西村にヒットを打たれました。
ランナースタート、フォアボールです。ツーアウト一塁二塁。監督のコンビ、ツーアウト一塁二塁。ピッチャーの配球、そして内外野の守り、すべて監督から古田を経由して出ています。昨日はホームランを打ちました伊藤。伊藤選手に対しましては、長谷川さんはどんな攻めを挑んでました？そうですね、まあ、インコース厳しい球と外の変化球という感じで大体抑えていると思うんですけども、ただインコース甘めに行ってしまいますと一発もありますからね。8打数ノーヒットに今シーズン抑えてますね。ネット裏から見てまして、伊藤選手のバッティングがちょっと加工気味かな、ここ2、3年、そんな印象を受けるんですが、長谷川さんどうですか？そうですね、でもね、やっぱりここっていう時はキャッチャーなんでね、いいところで球種絞ってきますんで、やはり僕らにしてみたらこういう場面では怖いですよね。やっぱり読みが鋭い、はい、右狙いのバッティングでした。川上さんの V9 時代は西武の森監督でしたが、やっぱり日本シリーズともかみますとリーダーの方にどうしてもウェイトが置くことになりますか ね。それもありますけどね、やっぱりその日本シリーズ出てくるチームのキャッチャーはいいキャッチャーですよ。当然なきゃなかなか日本シリーズ出てくれないんじゃないですかね。名星あるところに派遣あり、三塁線ファールです。森監督もいいバッターだし、いいキャッチャーだったし、野村監督もいいバッターだし、いいキャッチャーだったんですよね、はい、だからこそいいチームは作れるし、選手のここの指導もできるんじゃないですかね。だから日本シリーズに出てこれるチームということになるんじゃないでしょうかね。キャッチャーは重要ですよ。そういえばかつて森都市は野村選手のお宅にお邪魔してパ・リーグの情報を集めたことが巨人時代あるそうですね。日本シリーズ巨人のキャッチャー時代は野村監督のところへ行って、それでパ・リーグの情報を集めたんですよ。一番よくわかるんですね。なるほど、これが勝利です。ファーストフライ3アウトです。今日も満員です。中盤の4回に入ります。ヤクルトが4対2とリード。試合はヤクルト打線対2人目の投手西武の新谷の対決となっています。広沢から高見さん、中盤に入りましたがこの後のポイントとしてはどのあたりになりますか？やっぱりヤクルトの追加点をこれ以上やらないということが西武勝つためにはそれが必要でしょうね。ヤクルトの方じゃ追加点をこれから加えていけばね、またこの試合はものにできますから、ヤクルトがどんどん点数を増やしていくというそういうところがこれからでしょう。どれだけ抑えられるか取っていくかですね、はい、ヤクルト3回まで4点ですが
残塁の方も8、ちょっとこれは満塁のチャンスを追加点奪えず、そうですね、この辺どうなんでしょうね。もったいない場面がありましたね。でもこれだけどん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 相手のピッチャーを打って攻め込んでいってるんですからね、この試合のこのリードしてるのは、試合をリードしてるのはヤクルトですからね、勢いがありますよね。そういう面では西武投手陣が本当に踏ん張らないと。ファウルです。和田さん、はい、西武の先発のですね、各投手がさっき出てきたんですがね、はい、調子そのものですけどね、その後はそう調子そのものは悪くなかったということですね。で、打球が野手の間を抜けてしまっているのでしょうがないよと。で、打たれたのもそんなに悪い球ではなかったと思うという話をしていました、はい、それからヤクルト打線の印象について、去年ほどぐるんぐるん振る回しては来ない、むしろコツコツというバッティングだというふうに見ているようです。3回ノーアウト満塁、2回3分の 0.5 になりますが、51球被安打7、3失点でマウンドを出した。各投手の番は和田アナウンサーでした。長谷川さん、はい、調子そのものは悪くなかったということですね。そうですね、まあ、やはり当ててくるっていう感じで嫌な感じを受けたんでしょうね。だからピッチングがどうしても一つのボールになったりしたと思うんですけど、今試合を見てますね、はい、すると川上さん、ヤクルトのバッティングですが、去年に比べて振ってこない、振幅の少ないスイングだということを各投手言ってるわけですか。やっぱりそれだけ打点が非常に技術的にも向上している証拠ですよ。今年はよく打ったでしょう。なるほど、去年はもう全くこうダークホース的にして勝ったんですけど、今年はもう本命視されながら勝ったチームですからね。それだけ打線がやっぱりずっと技術的に向上してますよ。なるほど、みんなね。三振です、ワンアウト。この振りは川上さんどうでしたか。まあ取るときはボールから目が離れてますからね、はい、なかなか当たらないですね。これは以前のヤクルトのバッティング。いや、もうこれは古澤の一番いいところですよ。あ、フルストライク取られてもね、打とうと思ったとき思い切り振るというところはいいところですけど、ね、またそれも欠点でもあるわけですね。田塚さん、はい、今度は三塁側です、その各投手にとどめを刺した2点タイムリーを放った畑選手の話を聞けたんですが、はい、その持ち球のスライダーを狙っていたんだけれども打ったのがシュートだったと、1打席目はいい当たりをしてショートゴロだったんで2打席目なんとかしようと思っていたというんですね。まあ、畑選手は去年のシリーズからずっと右肘の痛みを覚えていて、ずっと手術しようかどうしようか迷っていたんですが、11月に入ってから手術することを決心したそうです。で、まあ、そういう畑選手なんですが、まあ、指名代打が非常に性に合ってて楽だというふうに試合前言っていました。ピッチャーゴロで2アウト。畑選手は肘を11月手術するということを決心したということですが、守りにはやはり不安があるということを試合前にも話していました。今スライダーを狙っていたんだけどもシュートを打った、初球打ちのヒット、ということはやっぱり気持ちが乗っているんでしょうね。そうですよね。そうですよ、やっぱり気持ちが乗っているから、そのシュートでも取れていけるんですよね。池山のバッティングも年々変わってきてるんじゃないでしょうか。少しずつ少しずつボールを打たなくなりましたね。昨日も試合前、野村監督から体を線を組めていくようにというアドバイスを受けたそうですが、振幅が非常に小さくなって、しかもグリップエンドを感じるぐらい離して持ってますよね。そうですね、パワーはありますから、芯に当たればどこでも行くわけですからね、めちゃくちゃ振り回さんでもいいんですよね。そういう面ではこの後半になってよくホームランも打ってますしね、はい、当たって打ってます。
で昨日なんかもこのシリーズホームラン打ってますしね、池山を調子つかせるとセーブはね苦しいですよね。しかも池山にとっては非常にいい風になりました。風がだいぶ強くなって7メーターから8メーターぐらいです。去年の日本シリーズは第1号、第5戦、今年の日本シリーズは第1戦からホームランが飛び出しました池山。ノースリーからも狙うかなと思ったんですが、見ました。この表情、日本シリーズの試合でね、気合の入らない選手がいないですよ。あいつもより全然違いますよ。フォアボール。その気合の入る日本シリーズ、長谷川さんも味わいたいところですね。そうですね。いや、体験してみればね、全然違いますよ、緊張感が。でそこで1球1球投げる、これはね、自分の技術やその精神力の向上にものすごくプラスになる、はい、体験してみると分かると思 う、 う、ね、今あのご覧いただいたのは、去年まで大活躍のデストラーデ選手だったんですね。長谷川さんは日本シリーズを観戦するのは、いやもう球場で観戦するのは初めてなんで、やっぱり雰囲気もね、すごいお客さんはいつも入ってるのは分かってるんですけども、やっぱり来てみると全然違いますね。ああそうですか。どういったところ違いを感じますか。いややっぱりね、普段よりも西武のファンの皆さんでもね、応援の仕方もやっぱり違うと思いますね。長谷川さん、新谷投手の今日の出来ですが、ペナントレースと比較してどうでしょうか。いや、いいところは決まってますしね、そんなに悪くないとは思うんですけども、まあ、いい方じゃないんですかね。ハドラということは、高見さん、各投手もそんなに調子は悪くなかったという、ですから、ヤクルトが気力とそれから流れっていうかね、そういうものに乗ってね、思い切りバットを振ってるという、のしかかってバットを振ってるという感じじゃないですね。西武投手陣対ヤクルト打線の味方、今はヤクルト打線が上回っているという感じです。そうですね。しました。第2戦試合が始まって2時間の経過、まだ4回の表です。三遊間
塁です。ボールは二塁へ、こちらはアウト、スリーアウトです。しかしヤクルト4回の表1点を加えました。5回にリードを広げます。ご覧ください、アルミさん、バットを投げ捨てて、三遊間、これを防ぎようがないですよ。こういうバッティングに対しては、ピッチャーもお手上げでしょう。完全にボールをね、ぶつけて、手離してぶつけたら、それが三遊間に行くんですもん。秋山、清原、鈴木健というクリーンナップトリオの登場。今日は3番に上がった秋山、今シーズンは5月以降はずっと5番を打ってきました。今日は3番、この試合ヒットがありません。川上さん、この試合の大きな山場になりましたね、はい、7回の裏、ここでね、点数を詰めたいですよね。いい当たり、おっ、急激に打球が下降、捉えたかと思ったんですが、バットの先でしたね。そうですか、ご覧ください、早いんですか、ちょっとバットの先でしたね。ワンアウト、あ、秋山も残念そうですね。いい角度、秋山のホームラン角度で打球が飛んだかに思えましたが、バットの先ここでした。ワンアウトで清原、この初球打ちは飯田です。ありすぎました、ツーアウト。 AK4 相次いで凡退です ね、 ね、この秋山清原の調子がこういう状況だと本当に西武は苦しいですね。やっぱり何つったって西武の攻撃の中心の2人がね、やっぱり期待に応えられないですからね、変にならないですよね。長谷川さん、シーズン中と比較して西武打線どうですか。そうですね、まあ、今年に限ってはね、そんなに爆発力がなかったんで、まあ、こういう感じかとも思うんですけども、まあ、大体3、4点はでも取れるチームだと思いますね。そうですよね、はい、いい当たり、右中間に転がります。鈴木健は2塁向かう、そしてちょっとハンブルイーダ、ツーアウト2塁、3点を追う西武の7回の裏の攻撃です。高見さん、AK4 凡退の後三者凡退ですと、もう一気に傾いてしまうんですが、ね、この一打は大きいですね。大きいです。そして一芸でしょ、はい、まあ、4本に4本打てっていうのは無理かも分かりませんけどね、ここでヒットでも出ると1点でも返すと全然あの勢いが違ってきますからね。守備のいい飯田でしたが打球は弾きました。高走鈴木健が2塁、今日3打数3安打の6番に下がっている石毛の攻撃、この日本シリーズを見ても西武ファンにとりましては最も頼りがいがあるバッター、石毛、今日も3本のヒット。今日ゲストのオリックスの長谷川さんがどこに投げても打たれてしまいそうなバッターという紹介がありました。石毛、
伸びていく、どうだ、ファールです。風で打球が伸びましたが、その分左に切れました。長谷川さん、はい、西村投手もちょっとヒヤッとしました。そうですね、まああいうライナーの当たりで入る、ここの球場は入ってしまいますからね、あのフェンスが少し低いんで。なるほど、はい、見つめた打球はポールの左でした。ここです。ここでヤクルトベンチが動きました。川村スワローズピッチングコーチが出ます。ピッチャーの交代をお知らせいたします。西村に代わりまして、宮本、ピッチャーの宮本、背番号14、お聞きの宮本が登場、リリーフです。ウォーミングアップは12分にしていました。大きなファールの後、ヤクルトが思い切って動きましたね。思い切りましたね。やっぱり球威が少し落ちているということと、ええ、やっぱり石毛がいい当たりしてますでしょう、はい、で風はレフトへこう吹いてますからね、ホームランを打たれると大変なことですから思い切ったんですね、ここはね。そうですね、昨日も宮本、荒木をリリーフして7回1イニングを投げました。ヒットを1本打たれ、三振2つを奪い、フォアボールが1つありました。ということはここで野村監督が宮本を昨日に続いて今日も2人目、宮本はこういう起用の仕方をしていくんだというところが見えましたね。そうですね、そういう意味では宮本はリリーフですから、ヤクルトのピッチャーの駒というのはたくさんいるということの証明でもありますね。そしてワンポイント気味にも使えますしね、ランバシが右、そして高津、このアンダースローのピッチャーが22番高津、準備万端です。川上さん、まあ、この回はこの場面宮本にヤクルトは託しましたが、この後まだ8回9回残っていますので、うん、ケースによっては左バッターにはランバシ登場、そして抑えは高津ということも考えられますね。そういうこと考えられますね。でもまあ左バッターで阿部がねちょっと調子が出てないでしょ、それと風がねライトからもう完全に向かい風になってますからね、そう心配することないんじゃないですかね。やっぱりフォアボールが一番これからヤクルトとしては気をつけないかんでしょう。ランナーを溜めて長打を垂れるということが怖いですからね、やっぱりコントロールピッチャーがいいですね。宮本と石毛は昨日は対戦していません。この試合3安打の石毛、そういえば長谷川さん、はい、宮本投手も大先輩、はい、兵庫県の東洋大姫路高校の先輩になりますね、はい、キャッチャーグルトは立命館大学の先輩、はい、そうですね、まあ、直接は話もそんなしたこともないんですけども、まあ、もう大先輩ですよね。ワンスリー、本当はフォアボールは出したくないですよね、この場面では。フォアボール、高見さん、出してはいけないフォアボール、はい、あるいは一塁ベースが空いているからそんなに無理をしなかったのか、この辺はどうなんでしょうね。決して歩かすつもりで出てきたんじゃないと思いますけどね、これは本当に痛かったですね。なんとか打たせればいいんですけどね。
そして宮本は昨日この人阿部に一塁線突破のヒットを打たれています。詰まった打球です。アドラー慎重に処理、スリーアウト、ランナー2人残塁。7回の表ヤクルトはリリーフに宮本を送ってピンチを出しました。8回の表のヤクルトの攻撃です。3点リードのヤクルトの8回の表、高見さん、ヤクルトサイドとしてはなんとなく追われているという気持ちになってますかね。いや、そうでもないですね。でもない、何せもう1点取ればこれが勝てるという気持ちが強いんじゃないかと思うんですね。うん、これから1点取りにかかるんじゃないですかね、ランナーが出たらね。ああ、なんとか1点を取りに来るバントでしたが、ショーフライ、ワンアウト。やってきましたがね。ねえ、狙いはいいんですけど、はい、あれじゃ何にもなりませんでしたね。ヤクルトは5、6、7回と無得点、そして7回は三者凡退でした。8回ワンアウト、2番の新井、ライトへ、これも逆風です。平野、ツーアウト。追い風なのはホームランですね。そうですね、マシンですね今のは。この風です、かなり強く吹いています。ライトへの打球は向かい風。新谷は変わってから22人の打者に打たれたヒットが4本、四死球が3、三振が5、失点が1。時のふるさとは全然違いますね。アウスイン、伊藤が投げます。リーアウト、ヤ
クルトは8回の表も3人で攻撃終わりました。西武2人目新谷、西武は昨日工藤、内山、香取、藤本が投げました。そして今日は角、そして新谷、そのピッチングをする新谷。3点追いかける西武、残る回は8回、9回です。8番の伊藤、ラストバッターの田辺、そして1番の辻という打線、そしてヤクルトのベンチが動きます。荒井幸男に代わりまして戸橋が入り、ライト宮本ピッチャーに高津が入ります。2番ライト戸橋、背番号7。背番号38、ご覧の高津が宮本をリリーフ。8回裏、そして9回の裏を投げるわけです。この交代は高見さんどう言いますか。やっぱり一番信頼している抑えですからね、まあ、ここで3点持たせてあと2回と、こういう余裕のあるあの抑えリリーフでしょうね、交代でしょう。そしてヤクルトは守りを固めてライト新井に代わって土橋が入ります。この人2番ライトで土橋です。佐塚さん、はい、この高津について試合前野村監督はですね、昨日の勝ちゲームの収穫のいくつかのうちの一つだと、つまり本当は9回投げさせようと思ったんだけれども昨日は山田に投げさせた、はい、その分西武から隠すことができたと、西武の偵察隊がですねヤクルトの試合を見に来てから高津はシンカーを投げてないはずだということを話していました。そうしますと長谷川さん、はい、得意のシンカーをこの本番でどう投げてくるか楽しみになりましたね。西武の左バッターにはすごい有効だと思いますね、はい、シンカーは。吉武がピンチヒッターで登場です。8番の伊藤に代わるピンチヒッターの左の吉武、しかし高津は日本シリーズ初登板。力のある球そうですね、今のはね左バッターの内袋元の球ですね、これは。高い放送席から見にくいんですが、長谷川さん、ここまでシンカー投げてますか。いや、まだ投げてないですけども、もうでも、まっすぐでね、だいぶ押せてますんでね、で最後にシンカー投げたら、おそらく空振りすると思うんですけども。まだまっすぐですね。ストレートも力がありそうですね。ありますね。セントラル2連覇の大きな原動力になりました抑えのエース高津。見逃しの三振、今のがそうですね。あ、優勝が決まってからは西武に気の進化を見せなかったという
まあちょっとすっぽ抜けたと思うんですけどもあるいはチェンジアップかなとも私思ったんですが、おそらくどうなんでしょうかね。今のはチェンジアップもあるんですかね。私はあまり見てないんですが、うまく抜きましたね。あ、今落ちましたね。ちょっとちょっと分かりにくいですね。塩崎投手に似た落ち方を今進化しました。ゲストの長谷川さんも3クォーターですが、ちょっと分かりづらいですね。得意のシンカーです。西武は8番キャッチャーの伊藤にピンチヒッターを送りましたので、この後の守りもちょっと注目されるところです。8番の伊藤にピンチヒッターを送ることは非常に珍しいことです。2者連続三振で2アウト。田辺は3球三振。全く西武打線をヤクルト投手いい加減にね、いいように抑えてますね。特にこのピッチャーに限ってはね、ピッチングを楽しんでるようですね。でも足も出ないという感じですね。今スローをご覧いただきましたが、このフォーム長谷川さん、そうですね、実際見るのは初めてだと思いますが、はい、腕が遅れて出てきますね。打ちにくいと思いますね。柔らかいですよね、肩の周りが。高津の前に投げた宮本投手のアンダースローとは、加藤さん、また違うんですよね。まあ、何せ今日は球威がありますよ。球が速い。カーブもチェンジアップで効果。落としました。はい、落ちましたね。今のはいいですね。でも辻さんも首位打者を取るようなバッターですからね、やはり簡単には振ってこないですよね。カットが止まりました。打ちました。ツーアウト一塁。さすがという感じですね。そうですね、まあ、ちょうど今真ん中へ行きましたけどね。さすがですね。長谷川さん、今はシンカーシンカーというイメージでストレートを。そうですね、最後にストレートで勝負しに行ったと思うんですけども、遅れないですよね。そうですよね、はい。2アウト1塁に辻で平野。しかし西武は3点差ですので、ランナーをためなくてはいけません。エンタイトルツーベースヒットが第3打席でありました。今日も木が1つでシリーズ記録を更新しました平野です。今は中国の平野。中見さん、はい、バッターというのは
いくらビデオ時代研究しててもなかなか実際初めてのピッチャーと対戦して打つというのは難しいでしょうね。そうですね、初めてだとなかなか間の取り方がね難しいでしょう。あ、間の取り方、タイミングですね、うん、同じモーションからピュッと来たりふわっと落ちてきたりしますからね、だからどちらかを狙って打たないと仕方がないでしょう。両方狙っててというわけにはいかないですよね。ピッチャーゴロ、スリーアウト。8回の裏も西武は無得点。高見さん、日本シリーズ初登板の高津の印象いかがですか。やっぱり高津は非常に精神的にも安定したピッチャーじゃないんですかね。ということは自分の技術に対してある程度自信持ってますね。だから動揺しないんですね、初登板でもね。ただいまに代打いたしました吉武と代わりまして、キャッチャーに中尾が入ります。8番キャッチャーの中尾、背番号14。日本シリーズ第2戦は9回に入ります。5対2、ヤクルトの3点のリードが続いています。西武は8番キャッチャー伊藤に代打を送りました。そこに中尾が入ります。キャッチャー中尾です。中日、巨人、そして西武に移った中尾。日本シリーズは5回目の出場です。高見さん、プロ野球生活で長く活躍してもシリーズには出られない選手がいるかと思えば、そしてあのように西武に移籍して日本シリーズ、まあ、一方 のヤクルトベンチの金森もそうなんですよね。そうですね、まあ、そういうのは非常に自分の野球人生運勢がね、いい人でしょうね。そうでしょうね、まあ、もちろんある程度の技術を持っていかないとそういうことはできませんけどね。2回目の手は広沢からです。2本ヒットを打った後、その後はスイングアウトの三振が2回、いずれも追い込まれては新谷のフォークボールに引っかかっています。満塁に角をリリーフ、ついに9回が来ました。新谷、黄色を走りの広沢、ワンアウト。3打席連続三振。どうなんですか、この三振を怖がらない人ですからね。今のはね、カーブを待ってましたよ。松が来たからね、もう平気ですよ。なるほどね。三振も凡打も同じだと思ってますから。ツーストライクからでも平気で山っけで打つ人ですからね。メジャーリーグの選手は三振というのをほとんど気にしないそうですね。だから古澤もメジャーリーグの選手になってるんですよ。何気にしないですよ。なるほど。ハウエル倒れて2アウト。こうなりますと新谷がですね、この後の日本シリーズ西武のリリーフあるいはケースによっては先発、かなり
ポイントになる選手は行きましょうね。疲れがね、取れてきたらやっぱりそうですね、5戦以降のゲームには出てくる可能性ありますね、はい、今日はかなりたくさん投げてますからね。そうですね、疲労が取れたら出てきますね。3回からのロングリリーフになりましたベテランの新谷。この新谷ですけどね、自分としてはコースにはあまり決まってないし、調子は悪いんだという話をさせてもらったんですね。緩急でなんとかしのいでここまで来ましたと、でまるで先発したような気持ちですと言ってました。その新谷がこのまま抑えれば新谷の打席は秋山清原鈴木健。3人で抑えて次の回に行きたいですよね。そうですね、ちょっとしたらこういう負けてる場面ではそういうことを結構気使うんですけども、テンポよく次の攻撃行けるように、はい、そうしますと、はい、負けている場合、はい、逆にピッチャーにとってプレッシャーになることあるわけですね。そうですね、シュートを抑えなくてはいけない、はい、そして攻撃につなげてもらわなくてはいけない。そうですね、こうなってきますとあとまたランナー出しますとね、どうしてもテンポが遅くなってきますので、守ってる人もいろいろ考えると思うんですよね。
ナースタート上がりました。センターフライです。スリーアウト、依然5対2ヤクルトリード。9回の裏のマウンドに向かうヤクルトのリリーフエース高津です。3点のリードがあります。1時3分に始まった第2戦、ヤクルトが先制の1点を奪いましたが、西武がすぐに鈴木健のヒット、押し出しのフォアボールで逆転。しかし3回ヤクルトが畑のタイムリーなので再び逆転。4回にはアドラーのタイムリーで追加得点。この後西武は新谷、そしてヤクルトは先発の西村から7回に宮本、そして8回は高津とつないで5対のまま9回の裏。ヒットは13本ヤクルト、8本西武、エラーはヤクルトに1です。ヤクルト守りを固めます。サードにハウグルに代わってベテランの隅が入りました。15年前の日本一の体験がある隅、三塁に起用されました。打順は吉西武、秋山、清原、鈴木健です。3点差を追う西武の9回の裏の攻撃。秋山、高津は日本シリーズ初めての対戦。前回の投球ぶりを見て秋山が高津に対しましてどんなイメージを持って打席に入っていると予想しますか？やっぱり、まあ、カリグにおけるアンダースローのピッチャーをイメージしていると思いますけどね、やっぱりデータでちゃんと分かってますからね、一応はね。このチェンジアップが効いてますね。これはもう全然打てそうな感じじゃないですね。そうなんですよ、三振秋山、呆然、ワンアウト、バット出ず。外からシュートして入ってくる球っていうのはね、右のバッターから見るともう完全にボール見えるんですね。それでパッとこのストライクゾーンを切るんですね。アンダースローですから長谷川さん、一旦浮き上がってくるように見えてスーッと落ちてくる。そうですね、あの塩崎投手と同じような進化だと思うんですけども。そうですね、だから一度パッと浮くんで体が浮くってうちのバッターなんかよく言ってたんですけどもね、それと同じような感じだと思います。確かに改めて高津の落ちる球を見て塩崎のフォークと共通点ありますね。塩崎のフォークも右バッターからは一旦浮いてスッと落ちる、はい、変わった隅アウトです。そうですね、塩崎投手のあの進化、フォークではなく進化と共通点があるわけですよね。
高津のシンカーを中心とした配球、西武打線が手こずっています。ツーアウト。落ちた。西武の塩崎投手と同じようなシンカの本拠地西武ライオンズ球場で2連勝。見事な救援ぶりでした。今日も笑顔の野村監督。西村、宮本、高津のリレー、シンカーが冴えました。高津です。放送席、それでは見事連勝のヤクルト野村監督にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。監督、昨日は、初めの勝ちは嘘の勝ちという言葉もあるというふうにおっしゃいましたが、この連勝は大きな意味があるんじゃないですか。まあ第2戦重要視してましたから、まあ、そういう意味で勝てたっていうことはまあちょっと先手取ったかなという感じはしますけど、まあ、日本シリーズですから非常に過去いろんな逆転劇もありますし、まあ、終わるまで分かりませんので、まあ、勝っても締めていきたいと思いますけど。今あの逆転劇というお言葉がありましたけれども、今日のゲームの3回の逆転劇、見事な、まあ、ファーストストライクの4連打、しかも初球3連打というのがありました。まあちょっとこれ話していいかどうかは痛いところ疲れましたけどまあ、今日のような攻撃はね、少し私がテーマを授けてますんで、まあ、特に日本シリーズっていうのはこう消極的になった方が、特にうちのチームはもう攻めて先手と取るのが特徴のチームだと思いますんで、やっぱ受け身では弱いもんですから、まあそれを一つのテーマとしてやってるんですけど。しかし監督、これで連勝という大きなお土産を持って本拠地神宮ですね。まあそれはいいんですけども、西武もただでは転ばないチームですから、まあ、神宮へ帰ったらもう本当にそれこそ、まあ、もう一遍一からスタートの気持ちでやらないと、油断をするとそこへつけ込んできますんで、またこれから夜選手たちにまたビシビシ締めたいと思います。ぜひ第3戦も頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。勝利監督、野村監督にお話を伺いました。続いてヒーロー選手ですが、今日は逆転タイムリーを放ちました、畑選手に来ていただきました。おめでとうございました。どうもありがとうございます。ナイスバッティングでした。3回はですね、とにかく連打連打で
3連打、しかもファーストストライクで来ましたよね。そういったところで満塁という場面で打席に立ったわけですが、そうですね、第1打席もお膳立てができた満塁でショートゴロに倒れたんで、今度はなんとかランナーを返すぞという意気込みで、気持ちだけを負けないようにいったのが、初球の一番甘い球だったと思うんですが、それをうまく出たと思います。確か3回の先頭の広沢選手が2ボールからのファーストストライク、その後ハウエル、池山と初球できましたね。そうですね、やっぱりいい投手なんで、追い込まれたら僕たちは苦しいっていうミーティングもしてますんで、積極的に行こうっていうのがたまたまいい結果につながったと思います。そういった意味で今日13本ヒットを打ちましたが、全てシングルでしたよね。そうですね、それはもうシーズン中からとにかく後ろへ後ろへつなげよう、みんなでとにかく得点していこうという気持ちが強いんで、そういう現れがたまたまシングルという形に現れたのと、やっぱり西武の投手陣が甘い球来ないんで、シングルによくできてるなっていう感じもあるんですけどね。第3戦以降もぜひ皆さんの力で一致団結で頑張ってください。はい、頑張ります。どうもありがとうございました。どうもおめでとうございました。ヤクルトスワローズの畑選手にお話しいただきました。畑見さん、野村監督からも、そしてヒーローインタビュー畑選手からも、積極的に行くんだという、その通りの試合をヤクルトがしてますよね。そうですね、初球打ちにはそういうようなことだったんですね。やっぱりいいピッチャーが多いから、追い込まれたら打てないから、思い切って最初から狙っていけというような、そういうことがあったんです ね。しかし野村監督は連勝してさらに気を引き締めてました ね。それはもう当然ですけどね。でも一方叫んでいましたね。この2勝というのは大きいですよ。オリックスの長谷川さん、はい、西武が2試合連続して先発ピッチャーが誤算なんですよね。そうですね、シーズン中でもこういうことを、3連戦したとしてもね、こういうことはめったにないもんでね、いつも2勝1敗のペースで行ってたんで、こういうのは本当に見たことないですからね。強い西武とかなり印象違いました。そうですね、だからいつもね、5回6回まででも先発ピッチャーが必ず持って、それであと3本パスですね、そちらの方につなぎますので、僕ら相手としてはもう本当、ね、最初に点取られたらダメっていう感じですからね。赤見さん、はい、西武が2連敗、ヤクルト2連勝でヤクルトの本拠地神宮に入るわけですが、この後のシリーズどう展望したらいいんでしょうか。もうね、私は西武は捨て身な気持ちにきますかね、そういう気持ちがだけではちょっと苦しいんじゃないかと思います。もう勝ち負けは言わないでね、やるべきことだけ思い切ってやってくるんじゃないかと、はい、こういう気持ちでチーム全員がまとまらないとね、なかなかいけませんね。そうですか、どこがどうということじゃなしに、それが一番だと思います。はい、解説は川上哲也さんでした。そしてゲストはオリックスの長谷川投手でした。11月28日には結婚式も控えているそうですね。そうですね、そしてまた来シーズン頑張ってください、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。